エトナさん。ん？ラハールさんってどうしてあんなに横暴なんでしょう。は？あんた何言ってんの？殿下の横暴なんて今に始まったことじゃないじゃん。そんなことありませんよ。エトナさんは気づいてないんですか？ラハールさんの感情が少しずつ変化してるの。ようやくラハールさんも愛に目覚め始めたと思ったのですが。ははー、だからさっき珍しく怒ってたのね。ええ。ま、悪魔なんてみんなあんなもんよ。妙な期待してるみたいだけど、悪魔に愛を求める方が無茶ってもんなんじゃないの？本当にそうなのでしょうか。けど殿下の場合はちょっと特別かもね。特別？そう、殿下のお母さん、つまり私たちにとって王妃様だった人がかなりの変わり者でね、ことあるごとに愛とか優しさを語るわけよ。それって全然変じゃないですけど。私も王妃様は嫌いじゃなかったけど、人間だったからしょうがないんだろうね。人間？そう、魔女修行のために魔界へ来た人間だったんだよ。それを魔王様が一目惚れしちゃってね。でもって挙句の果てにできたのがあの殿下ってわけ。へえ、そうだったんですか。王妃様がよく言ってたわ、悪魔にも愛はあるってね。特に殿下には優しい子に育ってほしいからって殿下が悪さするたびにお説教してたっけ。フロンちゃんって王妃様に似てるのかもね。でもそんなお母さんに育てられたのに、どうしてラハールさんは。死んじゃったのよ。え、昔殿下がね、魔王様でも治せないような重い病気にかかったのよ。殿下を助ける方法は一つしかなかった。それは殿下を愛する者の命。それじゃあ。そう、王妃様は魔王様が止めるのも聞かず、殿下のために自らの命を。それからだと思う。殿下が愛や優しさを憎むようになったのは。そんな。じゃあその憎しみが消えない限り、ラハールさんはずっと愛情を閉ざしたまま生きていかなければならないというのですか？だとしたらそんなの悲しすぎます。そうかもね。でも殿下だって好きで憎んでるわけじゃないと思うよ。憎しみを消したくても消せないだけなんじゃないかな。だから今日のフロンちゃんの言葉、結構きつかったんじゃない？は、ま、あたしには関係ないけどね。
な。Thank you.